ってもね、いいとこ押してはね、いいやつ息入っても、打っていく心が大切だな。おー、気持ちね、はい、これは気持ちよ。入ったら入ったで。ナイトーブナイスー。てかさ、緩みもしないよね。なんかどこ行ったの、奥の池まで行った。いや、なんかお、ちっちゃいの持ってきたよ。ちっちゃいのでしょ。気持ち、やっぱちっちゃいのが気持ちがね。そう、気持ちで、あの真ん中のグラスバンカー目指して、気持ちはね。よかったよ。いいショットユーティリティ。あ、なるほど。あそこいい、いいですね。なるほど。あ、ちっちゃいので。ちっちゃいので。さすがにドライバーは。ナイスショー。めっちゃ捕まった今。捕まってない。あ、待って、やばい。これは距離出ちゃってるかも。あ、でもどうだろう。してるかな。どうだろう。行ったっぽい。すごいいい感じ捕まってる。さあ、リサちゃん。ここにしかないところに落としましたね。意外とこれとか見ててね。135の、はい、あ、でも上げてるね。お、もう上げてるよ。上げてない？こう来てる。こう来てる。うん。どうでもなかった。こっちで打ちます。いいじゃん。あー、ちょっと引っ掛けた。大きいんじゃない？あ、大丈夫か。止まった。もうさ、このロケーションがさ、すっごいもうバーディーチャンスにつけたいつけたいみたいな感じ、もよだれだらだらだったんだけど、そうしたらやっぱ引っ掛け引っ掛けるあれですね、だらだらだら、落ち着いて打たないと。皆さん落ち着いて打ってくださいね。このなんでこのロケーションはさ、うん、バーディーチャンスって感じがするの。なんかもうさ、絶好じゃない、こんないいとこに打ってさ、平らだし、そうそうそう、手前もさ何にもなくてフラットだし、ピン位置もまあ狙いやすい。そうそう、で根元まで見えるしさ、もうよだれがみたいな今あのピンのもうほんとベタみたいな、この感じだった、ポンポンポンみたいなイメージ言ったらやっちまった、やっちまった。やっぱそういう時ってやっぱ引っ掛けちゃうもんなのかな。やっぱね、こう捕まえにこう持ってこうとするか、気合い入れすぎてシャンクかみたいなありがちです。誰からのボギー、最悪です最悪です。ナイス。あの人よりフェードだったらあの人でいいけど、スプーンで打とうかな。スプーンで行くみたいな。リサちゃんドライバーじゃなかった。なんでさっきのホールドライバーなの。そうだね、もっとわかんないんだけど、スプーンで行こうかな。ドライバーでこの右の山はもうシカトでしょ。高いね、木がね。もうちょっとさ、ちょっと高いね。でもリサちゃんの高さ出てたらいけそうだけどな。一番悩みますね、ここはレディースティーの。難しいんだよね。悩むね、ここ。じゃあ、失礼します。お願いします。ハンバーウッド。ハンバーウッドで、うん、なんかスペードっぽい感じで打ちたいな。あの、こないだやってたやつ？コースなりって感じ。あの飛行機ぐらい。おー、動いてるよ。とかだとこの辺に当たった。でも最初がちょっと。ってことは、お、ドライバー、うん。ちょっと手がね、上下してますね。私の見解によると。かなり一か八かだけど。なん
ぜあそこはユーティリティでここはドライバーリサパイセンターマンここなんですけど、ただ私ちょっとあんまりスプーンが今調子が悪いので、あんなにいいところには打てない気がして、これ左行ったら即死だなあ、そうなんだ。これはあの奥の私のバンカー方面に打ったら即死ですね。気持ちよ、ゴルフは。あっち側ね、リサちゃんのボールからちょっと右をめがけて。あー、私と同じ方向当てる。抜けて、頑張れ。あそこね、私がよく行くとこ。でもね、意外に落ちてくるから。超えた？超えた。で、超えたけど、降りてきて、ね、ちょっと下まで行ってれば最高。溝のところにあれば。溝あれば意外に平らだから。左には行きたくない。すごいね。何番で行ったの？あ、3番ウッドです。おお、ナイス。いいとこ。こんな高さ出るの？何番ウッドであの高さ出ないって。最強。そう、寝る前にちょっとこのホール何番で打とうかなっていうのがあって、それは何番で行ったの？いやでも朝はここは3ウッドで打つぞっていう気持ちだったんだけど、うん、ドライバーですよね。ちょっとドライバー抜いちゃったねえ、でもあれいいとこにあるんですか？あら、抜けてる。ほら抜けてるじゃん。すごいちょっとここより前行ってるよ。すごい、全然良かった。よかった。気持ちよ、ゴルフは。タイガーみたいじゃん。タイガーみたいだった。あの右の林に打っていくとこ、毎回15番じゃないで、ギャラリーのとこ突っ込んでって、うん、木のなんか真ん中がいつも抜けてるとこ。15番どっかだと思う。15番がタイガーの鬼門ホールとか言って、うん、テレビでやってたよ。そうだと思う。でもあそこ毎回林打ってって林進路抜けてんだよね、うん、そんな状態。エリカちゃんのボールはそんな状態です。すごいよ、美穂ちゃんのリーフットがすごいレベルの低い話で悪いんですけど、ぶつかれって思ってる。フェイスに当たれってこと？そう。今ね、本当そのレベルなの。そんな風には見えないけど。いや、もう本当にね、そういうレベルなの。ちょっとね、当たらなすぎて。ぶつかれと。と、うん。当たれ。当たれって思ってる。いきます。当たれ。当たった。当たってるよ。当たった、当たれ。意外にあの手前のやれが効いてんねん、傾斜。多分レッスンしてるから悩みが多いんだろうね、今ね。だからこう、まあ、当たればいいやっていうか。まあでも本当にレッスンする人に思うのは、コースは行かない方がいいです。本当はね、先生もよく言ってるけど、コース、リサちゃんコースでなんでなんで今見たのに知らないふりしたの？めっちゃ目あったけど、そういうとこ行った。なんか後ろで見たら面白いかなと思ってたらバレた。リサちゃんもさ、はい、変えた時さ、コース行かない時期とかあった？いや、コースはね、行ってた。うん、まあ変だけど、それでもそうスコア作りとにかくね、練習してとにかくコースに行ってた。おー、じゃあやっぱ行ってたんだね。うん、なんかもう池入っても、帯行っても、打つしかないから打ってたって感じ。うん、すごいね、リサちゃん。やっぱりいつもピンハイにセカンド打てるから。打ってなくてもね、なんか崩れない。まあでもナイス。はい、ナイス。ナイスパー。ナイス。
あのよくね、うん、私たちの視聴者がこの人たちは一体何をやってんだ普段はって思うことがあって、エリカちゃんはネイリストだね。ネイリストです。自分であの赤坂でお店やってます。そうだよね、あのインスタとかにも書いてあるもんね。そうそうそう、赤坂のネイルカセッタ。あ、そうだ、カセッタ11年目です。そうだよ、自分でやり始めて、うん、もう10年経った。10年経った。ありがとうございます。いやもう本当皆さんのおかげであの細かいの好きなんだよね。ねえ、細かいの好きなんだね。ねえ、そう、大型で大雑把なんだけど、ね、基本的にはそんななんかいつもパサパサってしてるのにさなんかでもさ絵を描いたりとか、そう、なんかそういうこうそういうのが好きなんだよね。細かいことが好きとかじゃなくて描くことが描くことが好きで、みおちゃんは建築だよね。まあ、そうです、建築士。建築士なんだよ。さ全然イメージつかない。ど本当にどっからどう見てけこんななりなんですけど本当になんかビルとかホテル、うん、まあホテル最近ホテルやりましたね、の図面を、図面描いたり。そうです、設計図。そうです、な、まあ、うん、ゼネコンからもらった図面を、まあ鉄骨用に図面描き直すっていう、まあちょっと、まあそういう資格を持ってると思ったよね。あ、持ってます。なんとか建築士。そうです。何1級とか2級とかなんかあのまだ2級なんですけど、来年1級受験かなって。はい。なんで建築士になろうと思ったの？あ、最初東京で保険会社で OL してたんですよね、うんうんうん、で、あ、まあ実家が建設会社なんですよ。それで、ね、保険会社働きながらゴルフやってたらゴルフ楽しくなっちゃって、田舎、実家が田舎なので千葉で、うん、戻ったらもっとゴルフできるんじゃないかなと思って。あ、なるほどね。家にゴルフしたいから建築士の資格取ってそう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 、家の方に戻ろうと。そうです、そうです。え、なのにマスターズ見てないのよくわかんないでしょ。ちょっと眠気の方があれでわかるけど、タイガーの方が勝ってよ。そう、こうやってゴルフをね頑張ってる人は結構ね、塩田さんもそうだけど、ね、仕事もねバリバリやってる人が多いっていう。おお、いい音。すごいね。高い。うん。ナイス。これ 10.5 度。これ9。なんで9度であんな浮くの？9度。ね。9.5。 あ、大丈夫大丈夫大丈夫って言って。あ、いいかさ、エピックに変えたの。エピック、エピックのここを抜いてみた。え、なんか女子プロがこれエピックスターなんですけど、エピックなんだっけ、今抜いちゃったの、フラッシュ、うん、で女子プロはここね抜くと振り抜きがいいんだとか言って言うから、ちょっと今日抜いてみました。今朝今日抜いたの、うん、あ、なんかカチャカチャやるやつですか。そうそうそう、カチャカチャある。重さ変わりそうだね。重さ軽くなるから振りやすくなるんだって。初めて知ったよ。おー、ナイスー、パワフル。ナイス。 M パワフル。 M2 です。 M2? M2 です。うん、すごいよ。話題、もう手前にちょろらない、うん、そうだねせめて、まあ、グリーン、うん、乗っけたい。謙虚だな絶対もうちょっとあるはずなんだないい感じ。どうだろうか。もう見えないからね、根元がね。ショートしやすいよね。はい、いいとこ、いいとこ。
凍ってる。なんかすごいとこ切ってあるね。バーディー。届きました。ナイス。ナイス。